6月26日朝6時8分の相場解説です。まあ6月もいよいよ終わりに向かってますよね。6月どうだったでしょうか、皆さん。 FX の成績は、私はね、正直ここに来て成績結構落ちてるんですよ。100万円スタートで月末までに150万、要するに毎月50万の利益をね目指していたんですけども、まあ達成できてる月はあんまりないですね。今年に入っては1回しかないという形で、本当に20万前後が関の山ということでございます。まあそれでもね、勝ち続けてるのはすごいなとは思うんですよ、思うんですけども、目標金額いかないですね。やっぱり度胸がなくなってきてますね。なんかね、度胸がないな。まあこれでもいいのかなと。守りを8割、攻め2割ぐらいになってると思いますけども、だんだんね力がついてくるとこういう風になっていくんだろうなと思うんですよ。まあ自分で力がついてるっていうのはちょっとね恥ずかしいんですけども、さあ今日も相場解説をしていきます。デイリーからなんですが、デイリーね、結局ここでしょ。ここにレンジの抵抗幅があります。で、上の方にこうやって入ってね、これがまあ大きなゾーンになるわけなんですけども、こう横ばいに行った後上に突出して、で下にぶれて、で N を書くように下に行ったんですけども、ここまで行くかなと思ったら行かずに上昇してここに当たってますね。ちょうど W を書くような感じで今ここに当たってきてるわけなんですよ。ここからの動きは私はもう一度は思っているんですが、どうでしょうか。4時間の方を見ていきます。4時間ね、4時間昨日私が解説したのはここに当たって下に下がるんじゃないかなというところだったんですけども、そうではなかったですね。こちらの方でしたね。こちらにも抵抗体がありますんで、こちらの方に当たってヒゲを出して今下の方に向かってるかなってところなんで、これがとりあえずここまで進むことを私は考えています。移動平均線は上の方にこういうふうにね広がってますけどね、私はこの移動平均線よりもこのテクニカルの方を重視していきます。で、ここにゾーンがありますんで、このゾーンに忠実に考えていけばいいのかなと思ってますんで、結果、こういうふうな形ができていってるんではないかなと思うんですけどもね。はい、どうでしょうか。あとは1時間の方を見てみましょう。1時間はまたね、これね、上昇トレンドがパーッと作っているんですよね。ここの大きなヒゲを出して、安値圏でヒゲを出すってことはね、上に上がるってことですから、ドーンと上がってくれましたよね。で、こう今見れば N をね、何回か書きながら上がってるところが見えます。で、ここでコードの限界点を迎えて、今、下降に向かっているとは思うんですけども、でもね、ここで、ここの力点に作用されて、跳ねて上昇することも考えられますし、もっと言ったらですね、これ高値圏になりましたんで、こういうふうなことも考えられます。こうね、これ何かわかります？ヘッド&ショルダーですよ。ヘッド&ショルダーも見えてきますね。そうすると、こちら上に突き抜けるよりも早く下降トレンドが形成されるということになります。その時はここのゾーンもやすやすと破ると思いますんでね、自信を持ってこの辺りまでセルで取っていけばいいんじゃないかなっていうのが私の考えです。まあ今週できることはもう少ないんですけども、このヘッド&ショルダーが完成するのか、それとも上昇トレンドの方に継続して向かっていくのか、要するに N をね、いっぱい書きながら、こういうふうに、上昇トレンドを継続していくのかっていうところを見守っていかなくてはならないってことですよ。この2つに絞られます。そして来週29、30になりますけども、ここでエントリーのポイントを探そうかなというところですね。本日は以上です。